未完成の音楽作品では、未完成公共曲のニックネームがある、フランツ・シューベルトの公共曲第7番の単調 D759 など、作曲者自身の手によって完成されることがなかった音楽作品について記述する。未完成の音楽作品は、文字通り完成されていない音楽である以上、作曲者が自身の作品として発表することは基本的にはない。また、 未完成である以上、作品として演奏されることは一部の例外を除いて稀である。むしろ、各々の,の,の作曲家を研究する上においての資料として扱われる場合の方が多いであろう。未完成の音楽作品の分類法はいろいろ考えられる。一応一つの作品として解釈できなくもない状態まで仕上げられているものとそうでないもの。 作曲半ばでその作品の完成を断念したものと、作曲半ばで死去したもの。どちらの分類法も、その定義が極めて曖昧であり、完全に分類しきれるものではない。以下では便宜的に校舎の分類法を用いることにする。上の分類法において、ここに分類されると考えられる作品としては、以下のものが挙げられる。上記のうち、シューベルトの公共曲路単調は、例外的に、 音楽的に完成された作品とみなされ、頻繁に演奏されている。それ以外はみな、例えば終作的であったり、途中で作曲家が投げ出したものなどであり、作品として演奏されることは少ない。上の分類法において、ここに分類されると考えられる作品としては、以下のものが挙げられる。ブルックナーの公共曲第9番は、音楽的にほとんど完成しているとみなすことが、可能である。 すると、ベートーベン、ブルックナー、マーラーなど、公共曲の親とされる作曲家たちは、皆公共曲第9番を完成させたすぐ後に、死んでいる、と捉えることもできる。このため、特に、ブルックナーやベートーベンの死を目の当たりにしたマーラーは、晩年、公共曲第9番を書くことを非常に恐れていたと、伝えられている。たまに評論家たちがドボルザークをこの範疇に、 入れることがあるが、それは誤りである。なぜなら、ドボルザークの生前、最後の公共曲保短調、新世界よりは、出版社の都合で、第5番として出版されたためである。上記のいずれも何らかの形で、保筆完成され、楽譜の出版や演奏、録音が行われている。なお、この、第9の呪いのジンクスは、20世紀のソ連の作曲家、ショスタコービチが、 公共曲を15曲作曲したことによって破られたと言われるが、実際には、ショスタコービチ以前に、ラフやブライアン、ミオーミャスコフスキーらが、第10番以降の公共曲を作曲している。また、メンデルスゾーンは番号付きの5つの公共曲とは別に、13曲の弦楽のための公共曲を作曲している。今日、未完成でありながらも、頻繁に演奏されている。 音楽作品としては以下のものが挙げられる。このうち、シューベルトの未完成公共曲は完成した部分が第二楽章までであるが、そのままでも十分な公共曲とみなしうるとして、頻繁に演奏されている。ブルックナーのものは大半が完成されているが、演奏可能な状態まで作曲されたのは第三楽章までである。第四楽章は保湿が試みられており、 それを含めて完全な公共曲として演奏される場合もあるが、3つの楽章のみで演奏されることが多い。ブルックナー本人は第4楽章の代わりに、で、デウムを演奏しても良いと語ったと伝えられている。ボロディンのものは一部が未完成に終わったが、弦楽四重奏曲から編曲されて当てられている。マーラーのものは第1楽章はほぼ完成されていたが、 他は大雑把な枠組みのみであった。第一楽章単独で演奏されることもあるが、残りの楽章が研究家の手によって個室完成され、全楽章演奏されることもある。特にクック版ンが有名である。ありがとうございます。